藤甲羅の活躍により蜀は定軍山から退却した。だが喜びもつかの間、曹操が病に倒れこの世を去る。魏は曹操の嫡子曹丕の下で新体制を敷くが、その隙を突くように再び蜀軍が侵攻してくる。蜀軍は戦力を急増し漢中へ押し出してきた。事態を重く見た魏軍は曹丕自ら出陣し漢中に陣を張る。曹丕が見せる父曹操に劣らぬ壮烈な美に長江は心を震わせるのだった。敵も必死ですね。なりふり構わぬ姿は美しいとは言いかねますが、曹丕殿はこの先の世いかように染め上げるつもりなのでしょう。体系的な断りをして個々を満ちたらしめるよ。そして可能な限り民の泣かぬ道を敷く。なるほど。そして私たちはその道をなす先達であると。無論だ。あ、なんと美しい道。この超春雷優美に、みやびやかに黎明を導きましょう。蜀の連中を完膚なきまでに叩く。二度とこの地に足を踏み入れんよ。足が相手だ。諸葛亮、東西から協力すべきか。正面の仕掛けに奴らをおびき寄せよ。西の砦は触れてやれ。中央の策で戦を決める。ああ、俺の勝負だ。敵将、超新鋭が華麗に討ち取りました。
頃合いか。やれ。罠か。行け。いや、接近。うわあ。身動きできん。前まで